水槽の中を元気よく泳ぐのは、熱帯から亜熱帯にかけて生息する絶滅危惧種に指定されているアオウミガメです。1年前、子ガメはこの絵のように5センチほどの小さな体でしたが、こんなにも大きく成長しました。去年と比較すると甲羅はおよそ6倍、重さはなんと130倍以上になりました。子ガメは今日最後の展示を迎え、訪れた人たちは別れを惜しんでいました。寂しいですけど、でも幸せですね、きっと海の方が。こういったカメがね、もっと環境が良くなって増えていけばいいと思うんですけど、何とか環境を良くしていかないといけないなと我々も思います。子ガメは明日水族館を出発し、生まれ故郷の東京小笠原の海から大海原へと旅立ちます。